ホトトギス、語らう声はそれながら、あなおぼつかな、さみだれの空。こんな変化をするのは、わからない風をわざと作っているらしいので、では、角違いなのでしょうよ、と、これみつが言って、出ていくのを、あるじの女だけは、心の中で、悔しく思い、寂しくも思った。知らぬふりをしなければならないのであろう、もっともであると、源氏は思いながらも、物足らぬ気がした。この女と同じほどの階級の女としては、九州に行っている御世知が可憐であったと、源氏は思った。どんなところにも、源氏の心を引くものがあって、それがそれ相応に源氏を悩ましているのである。長い時間を中に置いていても同じように愛し同じように愛されようと望んでいて多数の女の物思いの原因は源氏から与えられているとも言えるのである。